皆さんこんにちは、あおりーチャンネルです。今回はいつものゲームセンターピコのクレーンゲーム第41弾アイスのスクイーズコンプするまで帰れませんでゲットしたスクイーズをご紹介します。イエーイ。そちらの商品がこちらです。こちらのねスクイーズになっています。こちらの商品はネットでね調べたらなんとあと1種類あったみたいで、なんか青だっけな、青がありました。でねゲームセンターではこの4種類しかなかったので、でもね青はまた見つけたらゲットしたいと思います。ということで今回はこの4種類をご紹介します。それでは1つずつご紹介していきます。パッケージの全体はこんな感じになってます。なんか大人っぽい感じの袋ですね。かわいい。でここにフルーツアイスキャンディーと書いてあります。どういうことだ、フルーツアイスキャンディー。それではピンクからご紹介します。開けていきます。それでは取り出します。せーの、でこんな感じで、今ねちょっとビニールについているのでビニールから取り出します。あれ、あこういうことね。え待ってすごいね、なんかこうやって見ると見た目は水系っぽいですね。で全体がこんな感じになってますね。でこれね中多分レモンかな、この丸っこいのが多分レモンで、これがなんだにオレンジで、これがブルーベリーだよ、ね、でこれがなんだろう、サクランボ、なんかボコボコしてる、ラズベリーで、裏に行くとイチゴがあります。ここに多分そのぐらいですね。こんな感じです。振ってみるとねこんな感じです。あんま変わんないかな、こんな感じ。中のフルーツは動きます。匂いはしません。それでは触ります。どうやって触るかな、こうでいいかな、いきます。え、なんかね水系かな、これ。水系だと思います、クイズは。こんな感じで可愛いね。こういうアイス、なんか中にこうやって入ってるの美味しそうですね。今度作ってみようかな、あおりクッキングで。アイスで作れるじゃないですか、あのなんかアイスの型買って。こんな感じです。すっごい可愛いですね。棒のところはこんな感じで柔らかめです。はい、こんな感じでした。次にこちらの紫をご紹介します。パッケージは全部一緒ですね。ということで、じゃあ開けます。じゃあこのビニールから取り出します。これ中身は多分違うよね。でもなんか似たようなものは入ってるけどちょっと違います。はい、こんな感じです。全体はこんな感じです。はい、こんな感じなんですけど、これはねまたレモンとラズベリーと、これはブルーベリーとみかんだね。これは2つみかんかな、これはちっちゃいのと大きいやつですね。これはかわいいね。ね、匂いはしません。それでは早速触っていきます。気持ちいい。なんかねこの素材は硬いんですけど中がすごい柔らかいです。で今気づいたんですけど、中に入っているものは硬いですね。なんか硬いやつと柔らかいやつを組み合わせるとすごい気持ちいいですね。感じでした。次にこちらの黄緑色のアイスをねご紹介します。それでは開けていきます。よいしょ、ビニールをじゃあ剥がします。これ剥がすのなんか楽しいんだけど、なんかあの携帯のさ、こうやって始めの時にこうやって剥がすのをねいつもやらせてもらってる。はい、全体はこんな感じです。これね、なんか動きます。よいしょ、いやいや
上にちょっと。で中身がこれなんだろう、メロンかな。メロンとキウイと、で後ろ行ってブルーベリーと、これはオレンジだね。みかんで、これイチゴですね。メロン久しぶり食べたいな。匂いはしません。それでは触っていきます。前いつものゲームセンターピコでこのねちっちゃいバージョンがあったんですけど、それがねなかなか取れなくて、なので大きいバージョンをゲットできてよかったです。すいませんね、今気づいたんですけど、このこれは黄緑色だから、この棒が黄緑色で、でも違かった、ごめんなさい。でも一応言っておきますね。紫がこの濃いピンクなのかな、これは濃いピンクの棒、この濃いピンクのやつが薄ピンクですね、棒が。もしかしたら関係があるかも。紫はちょっと違かったけど、はい、こんな感じでした。次にこちら、これは黄色色のねアイスをご紹介します。開けます。よいしょ、じゃあ剥がします。はい、こんな感じです。中身はこんな感じで動きます。全体はこんな感じです。でね、中身がまずこれレモンでしょ、でこれが何なのかな、これはオレンジで、これみかんでね、ちょっとごめんなさいね、みかんの、あ、みかん下にもありました、ここに見えるかな、ここにみかんがありました。で裏に行くとキウイがあります。匂いはしません。それでは触っていきます。おお気持ちいい可愛いですね。で棒の色がね、これは生クリーム色って言ったらいいのかな、なんかちょっと薄い黄色みたいな感じかな。あ、気持ちいいですね。こんな感じでした。はい、ということで今回はいつものゲームセンターピコのクレーンゲーム第41弾アイスのスクイーズ、コンプするまで帰れませんでゲットしたスクイーズをご紹介しました。私がねお気に入ってる色がこの黄緑と黄色です。ぜひ皆さんもこちらを見つけたらゲットしてみてください。そしてね、青がね頑張って見つけてゲットしたいと思います。皆さんはどれがお好みですか、コメントで教えてください。全部可愛いんだよね。またいつものゲームセンターピコで遊んでいきたいと思いますので、ぜひ皆さんそちらも見てください。それじゃあまたね、バイバーイ。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。そしてツイッターとあおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。